はいどうもスパレです。メカブレイククローズアルファテストプレイしていこうと思います。今回で最後のメカブレイクのクローズアルファ版のプレイ動画かな。最後の試合はデフォルト機体でもあり、俺の中では最強機体と思われるリュウエン。味方にいてもそうだし、敵対勢力として戦っている時もそうなんだけど、やっぱり継続戦闘が強いんだよね。再装填言うて体力全削りされてもね、軽量型機体みたいな形になって、そして武装を再装填して継続戦闘をできるぶっ壊れスキルを持ってるからね。近接戦闘もできるし、中距離戦闘もできるし、タンク役にもなれる、よりどり緑のねスキルを持った機体だとは思ってます。ということで早速やっていこうと思います。さあ、マップはミスライ。マップの各所にランダムで湧く暗号鍵をロケット発射場まで持っていって、まあ、合計ポイント100まで持ってったチームが勝利する、そんなモード。さあ、チームの構成としてはアクイラ狙撃型でパンサー、リュウエン、あとは赤章による地上格闘型で、インフェルノで、まあ、中距離遠距離をファイト支援って感じだな。やっぱりアクイラいるのでかいんだよな。てかギリギリさ、トライセラがナルカミに変わらなかったってことは、狙撃型2機だから結構格闘型が地上戦頑張んないと済むかもしれんってことで、まあ、やっていきましょう。まあなんとかなる、結局の話、まあ、継続戦闘型の私がいればね、なんとかなるってわけですわ。それぐらい流炎がね強くて硬いってわけですわ。久々に見たわこの顔。まあ流炎の立ち回りとしては、中距離でエネルギーカノンやレールガンを飛ばしてチクチクダメージを与えつつ、近距離まで持ってったら複合シールドをメイン武器のハルバードに変えて、近距離を土着層ダメージを与えて戦っていくって感じかな。まあ体力減ってもね、パージ勝手にしてくれて、空中投下パーツで再装着してくれて継続戦闘ができるってわけよ。さあやっていきましょう。でこれね、初動からもう暗号鍵取りに行くっていうムーブしてもいたんだけど、まあ、やっぱりね撤去を落としてから人数差作って一気にね鍵取ってた方がまあ安心安全ではあるんで、ちょっと赤章攻めるかこれ、せっかくだし。はい、こんにちは。あ、自分から結界作ってくれた、ありがとうね。君はもう逃げられないってわけ。よいしょ、まずファーストキルで、龍炎が結構近めに来てる。でルミナと一緒に行動してんな。これは硬そうだな。できる限り回復薬を削ってきたけど、あ、龍炎でも削れそうだけど、まあパージするよねそりゃ。でダメージ与えつつちょっと体力減らしつつだけど、まあ、暗号鍵はこの A ポイントの中に取られるんで先に入っちゃおうか。あ、遠追いしてきてんね。 OK、 これちょっと後ろ警戒しながら継続ダメージ与えつつ、まあ、回復を阻害していこう。でも A 中はもう入ってるね味方は。で龍炎がこれ追ってきてなさそうだから、もう内側土着層に荒らそうか。あ、トライされるね。先にちょっとこれルミナ落とそう。2、3と OK、 アシストキル。あとはトライセラか、これちょっと削っちゃおうか。このねハルバード使ってる時はね、体力ダメージを直接与えることができるから、どんなにシールドされてても全然削れちゃうってわけ。よいしょ、ミリミリミリ。いやちょっともうこれまずいな。だけどまあこれ体力削られてもまあなんとかなるんだよね。これ一層のこと殺してほしいな。よし OK、 パージ、そして再装着と。これでね一生戦えるわけ。これ人数差できてるからワンチャンひっそり取りできねえかな。あー無理だよね。そりゃそうか。まあでもこっちに来てくれたのは助かる。固まってくれた方がねダメージは入りやすいからね。さあ赤章君こっち来るか。あー来るよね。 OKOK、 シールド塞ぎながらこれ近距離で持っていきますよと。これキル取れそうだね、人数差の作ってこと。ナイスアシストキルで、これちょっと俺獲得したいところではあるんだが、キーを持っていけるかな。いやこれ赤章が持っていくか。 OKOK、 まあ、できる限り硬い方が持ってった方がいいんだけど、まあ赤章がこれ攻撃されてるのを我々がこれ守るって形かな。さあロケット発射場まで無事帰還できるか。お、なんかルミナいる。ちょっとルミナワンチャン落とせねえかな。回復薬、これ回復がこんな前線でたった一気でいたら死ぬで。あーでもなんかトライセラいるね。あーでも固められてる。ナイスナイスナイス。アクイラのね鉄器をその場に止めるっていうスキルがあるんよ。それがまあまあ強いんだよね。一気にそれで火力出して一気絶対撃墜させるみたいなムーブができるから。でルミナが安定の機動力だね。そりゃ走り回るよな。ただこれ落としきれそうだね。あーもう3機にこれ囲まれたら終わるよルミナさん。オッケー、で次トライセラを落としに行ったってことである。ちょっとずつ削っていこう。これ大勢で戦うのが一番いいからね。あ、いいね、インフェルノのそのゼロ距離砲。オッケー、ナイス、ゲロビが刺さったね。で次は B ポイントで暗号鍵ができるんで、これダッシュしてロケットまで取りに行きたいんだけど、味方一機がこれ先行で突っちゃってるね。これあんま良くないかも。これね取り返そうと思えば取り返せるから。あーオッケーオッケー、暗号鍵取られたね。まあ阻止すればいいや。でインフェルノが取ってるっぽい。あ、痛い痛い痛い、ゲロビ食らった。まあ、大丈夫大丈夫。でこの距離でちょっとダメージを与えつつ、あー赤章の妨害食らった。何も見えない。あーでもナイスナイス、落とした落とした。オッケー、
暗号化に取ってた機体を落としたんで、これでなんとか大丈夫と。さあ、龍炎のパージが入って、それ、味方のセクションワンチャン落とされかねえか。例えば、まあいいや、一旦ちょっとね、これね、中距離戦に持っていこうか。あのね、複合シールでガードしながら強いんですわ。さあ、セクションも体力見るだね。これ落としきれそうだね。かなり妨害入ってるけど。邪魔で。あ、痛い。大丈夫。ワンチャン落とされてもなんとかなる。エネルギー切れたけど、逆に落としてほしいまである、これ。パージするから。よいしょ、ダメージ与えていくよ。オッケー、撃墜確認。で、次、ルミナか。お前も倒しておきたいけど、あ、赤章それ。結界ミスってんね。あ、落とせそうだな、これ。痛い、ジリジリダメージ入ってる。で、これ、エネルギー回復してから、攻撃を与えると。よし、オッケー、ダブルキル。で、あとは、どうしようかな。トライセラ先、やるか。よいしょ。あ、いいね、赤章。ダブルコンボね、近距離の。オッケー、トリプルキル。さあ次はこれ龍炎落としちゃいたい。さあパージでもするかな、これさすがに。よいしょ、あーパージするよね。そうこれが強いんですわ。で一旦ガード挟んで敵の攻撃止めつつも、あーいいね、アクイラナイス。そしたら足止めがする。オッケー、撃墜を。素晴らしい、エース取ったで、これ鳴神も落としちゃおうか。よいしょ、ダブル撃墜を。で、あと残ってるのがインフェルノ。いやもう鉄器ほぼ落ちてるから、オッケー全部落としたあ、でもまた一気復活したか。ちょっと感覚遅かったもんな。あ、ルミナまた復活したら早いな。30秒ってそんな早いっけ。まあまあまあ、いいですわ。これ味方を護衛しつつ落としていこうか。さあルミナさんもこれ逃げられないね。もう終わりだよそれ。オッケー、ナイスアシスト、素晴らしい。でこれでほぼ妨害なしにロケット発射場に暗号書きアプローチできるかな。あ、なんかトライスラ来てる、もうでも一気一気で来てもこれ取り返せないよ。2、3、あ、それ当たんないか。無駄よ無駄。お、ナイスパンサー、オッケー持ってった、素晴らしい。で次は C ポイントで生成されるんで、これも最速でいこうか。で相手の今リスポーン感覚がかなりバラバラになってるから、常に人数差ができてる状態で俺らと戦ってることになるからね。まあ一気一気確実に人数差で押していけば圧倒的勝利を得られる。結局そういうゲームだからね。お、パージしたか。この龍炎でかなり時間稼ぎされそうだな。頑張れ関翔、お前の近距離パワーを見せてやってくれ。俺もこれ近距離戦持ってくから。 OK、 ナイスアシスト。いや強いなー関翔、やっぱり火力が違うわ。ただこれに龍炎に関してはね、やっぱりバランス型ではあるからね。あ、待て、ちょ、これ壁つかせ、いや何も見えない。一回複合シールドでガードしてたけど、なんとかなったね。 OK、 見えなくなったら複合シールドでガードすればいいだけの話やからね。あー、でこれ先ルミナ落とすか。よいしょ、嫌がらせしようか。もう回復を完全に阻害する。相手3人で動いてるけど、パーチあるからワンチャン逃げようとも逃げれるからね。ちょ、時間稼がせてもらうよ。今3体相手してる状態だね。ちょっと痛いけど、まあまあなんとかなる。よいしょ、邪魔するよ、どんどん。ほら、ほら。このタンク役ができるのほんと強いんでね。おー、終わったー。じじいということで、お疲れ様でした。やっぱり龍炎いいな。なんか龍炎使ってる試合だけね、安定して圧倒して勝利するんだよね。初心者でもおすすめして使える機体ではあるけど、強いやつが使ったらさらに効果を発揮するっていう機体ではあるよな、龍炎は。さあ MVP も取って撃墜王も取りましたよと。素晴らしい。やっぱりこうやってキルムービー流れるのはね、おもろいよな。こんだけキル取ったんだぞと、自己肯定感が満たされますわ。いやー、よかったね、最後の動画で MVP 取れたの。これかなり熱い。てかさ、これ最大ダメージ168万言うてるけど、俺こんなに取った試合あったんだね。まあ、それだけ龍炎火力も出せるってことで、皆さんぜひともね、正式版出たら龍炎使ってみてはいかがでしょうか。あ、スコアに関しても本当に圧倒してる感じかな。バトルスコアは11だね、大きい。さあランクもね、もうチャンピオンまで上がってるからね、まあ、ここまで上がるとね、やっぱりマッチングが結構遅くなってくるんでね、そういった意味でも今日がメカブレイクプレイ動画は最後の動画になるかなってことで、皆さんありがとうございました。まあメカブレイク数日間やってきましたけど、総評としてはもう面白いですね。他のロボットゲームになかったものもしっかりとね、追加されてて、まあ、不快なところはほぼなかったですね。まあ、結構対戦しててもクソーとか悔しがるシーンもあったんで、結構ね、対戦においてはやり込み要素が十分あると思うんで、ぜひとも皆さん正式版出たらやってみてください。まあ、正式版出たらね、私もイベント開いたりして、できる限りゲームとしてね、長続きするコンテンツにしていきたい、そんな気持ちはあるので、まあ、結局でも正式版出なきゃどういうものになるかわからないんで、まあ、楽しみにしておいてください。ということで皆さんね、メカブレイカークローズアルファテスト、今までシリーズ見ていただいてありがとうございました。また正式版出たら動画投稿するんで、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということでお疲れ様でした。バイバーイ。